どうもアザンです。今回なんですけど発表動画とさせていただきます。今回僕のアパレルブランドが発売となりました。おめでとう。渋いアパレルブランドを作りまして、まあ、そこからね T シャツを発売することになりました。僕が今着ているこの胸の、ワンポイントとあと裾にワンポイント、まあ、画像を貼っておきますの、2色、各2色、黒と白、4種類を出すことになりました。ほんまはね、自分が動画で着るだけのほんまに趣味で、自分が着たいなと思うような服を作って、まあ、それを動画で着ようと思ってたんですけど、まあ、思いのほかね、Twitter とかで、発売してほしいとか欲しいみたいな声が多かったので一回発売してみようかなということで、まあ、今後その続けて発売するかは分かんないんですけど、とりあえず T シャツ発売することになりました。で、買い方なんですけど概要欄に、Instagram 貼ってますので、まあ、そこにね、買い方載ってますので Instagram から購入ページに飛んでほしいなと思います。で、まあ、名前はね G-HEART という名前に付けさせていただきました。由来とかはねホームページで作ってますので、まあ、それも概要欄貼ってきますので、まあ、概要欄から飛んでください。まあ、ちょっとこの動画を撮る頃にはちょっとまだ購入する方法ちょっと分かんないんで、概要欄とりあえず見てもらったら概要欄に購入の方法を絶対書いてるんでよろしくお願いします。基本的には僕はもう全部ルーティン、この胸のやつの白と黒とその白と黒ともうずっとルーティンで撮っていくので、まあ、冬になったらさすがに半袖無理なんでね、また自分用にパーカー作って、またそれ欲しいっていう声が多かったらまた販売しようかなと思います。そんな感じでぜひね、あの買いたいなって思う人、買ってもいいかなって思う人はね買ってほしいなと思います。一応数量限定なんで、もし欲しいなっていう人は早めに買ってください。でもさっきからね僕はもう滝のように汗が出てます。いやもうね、あの動画の始めと終わりで首のテカリ方がもうすでに違うんですよ。まあ、暑いんやけど、で、あと、服買ってくれた人には今だけなんですけど、まあ、ノベルティというもの、まあ、おまけ、僕のステッカーつけさせていただきますので、あ、もし、いりませんという方がいたらね、一応あのコメントで残してくれてたら、その方にもしっかりと送らせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。関係なくね、関係ない、もうだからステッカーはもうあの絶対送りますので、まあ、いらん人はもう捨てるなり電柱に貼るなりしてください。そうですね、はい、送りつけてやりましょう。という感じでお願いします。まあ、ほんまに気に入って僕着ていますので、ぜひね、購入してください。ありがとうございました。